南淡路市コラボ企画、移住者と行く淡路島マニアック観光パート4ということで、いよいよやってきました。この企画最後のゲストさんが待ってくれているので、早速移住者さんのとこ行きたいと思うんですけど、今回も今回でめちゃくちゃのどかですね。この辺隠れてるのかな、移住者さんということで行ってみたいと思います。うわ、池が見えてきたこっち向いてちゃダメなんですよ説明不足説明不足だよ本番っぽく行きますね。はい、あ、何やらいらっしゃいましたね。じゃ早速呼んでみましょう。移住者さん、はいということで、今回のゲストは優子先生です。お願いします。パワフルさが伝わってるんじゃないですかね、これだけで。最初のこれで伝わってると思いますよかったです。今回の旅のテーマを教えてください。肩肘を張らないゆるゆるな旅です。ちなみにどういうことですか。普段お仕事とかいろいろちょっと頑張らないけんシーンがたくさんあると思うんですけど、はい、そんなんも気にせずゆるっと行ける場所です。めっちゃ大事ですね、はい、ゆるゆるな場所を紹介いただけるということで、はい、楽しみですね、はい、で今回1軒目はどこ案内していただけるんですか。福カフェさんです。古民家でアットホームで魅力いっぱいなのでご紹介していきます。ありがとうございます、はい。駐車場からお店までの歩く 2,3 分のこの道が好きで、はい、季節によって少し違いますし、うん、そういうのが気持ちいい。福カフェのオーナーさんは今ちょうどエチオピアに、ちょうどエチオピアにいるって話聞いたことないんですよ。もう現地のコーヒーを学びに行かれてて、はい、こっちもおしゃれですね。そうなんです。コーヒーの研究所みたいなコーヒー飲めるんですけど、はい、中入って教えてもらったりコーヒーのことを、とても美味しいです。こんなコーヒー欲しいよで、ああなるほど、希望にあったのだ、うん、そうなんですよ。まあ、詳しく知りたい方はね、エチオピア帰りにここに来ていただけたらと思います今日紹介するのは福カフェさんです。かわいい、ロゴがかわいい。こんにちは、オーナーの幸子さんです。これさっきのコーヒーとかを買って帰れるんですか。そうです。こっちはクリスマスケーキもあったりとか。これお店で食べれます。なるほど。そろそろ席の方にいいですか。はい、こっちです。また袋グッズです。かわいい、かわいい。いつもは何頼むんですか。ここはフワフルが有名なんですけど、はい、甘党じゃないんでなるほどご飯系を頼みます。それがまた美味しい。カレーとかハンバーグとか。したら僕せっかくなんでワッフル頼みますわめっちゃなんか親しい感じじゃないですか。ここを知ったきっかけは何やと。生徒さんのお母さんに教えてもらいました。生徒さんってのは、うん、ダンスの、ダンスの先生。そうそうそうです。今お子さんにメインで教えてるんですか。ほとんど青少年。じゃあ下はもうほんと3歳とかから、うん、で上も高校3年生、うん、ある程度高3で島出たりしちゃうので、はい、その後もみんな遊びに来てくれたりとか、うん、イベントごとに一緒に関わってくれたりとか、はい、そのなんかいろいろ関わりは結構いっぱいあります。ダンスを淡路島で教えるってなったのは呼ばれて始まったって感じなんです。偶然こっちに知り合いがいて、ダンスこっちで教えてくれんかって声をいただいて、でそこから通うようになって8年ぐらい、うん、8年も通ってたんですか。そしたらまあひょんと私も一人に物件出てきて、そこを家族が気に入って思い切って行ってまおって来ました。移住にすごいっすね。普通反対とかありそうなもんですけど、いや俺の仕事がとか。あ、ないですね。もうパッとやめてピャッとくマジですか子供らもいいよみたいな、転校してよかったって言ってて。8年間通って去年も移住してきた、うん、そうです、そうです。この福カフェさんにはどういう時に来るんですか。自分自身が散歩がてらで来るのももちろんあるんですけど、もう私も移住なんで島外に友達がいるんですね。淡路島に来てからの方がなんか旅行がてら結構来てくれるようになって。なるほど、めっちゃいいことっすね。会いに来て案内するっていうのももちろんあるし、ここでランチしたりお茶したりとか。ここやったらちょっといいとこ知ってんねんって感じで連れてこれますもんねもうすぐ家そこやねん言うて、はい、なるほど、はい、いただきます。おいしい。ふわふわサクサク。そうなの、重たくなくて。ほんまにそう、食べやすい。アホガールやろ。まあ、甘いのと苦いのが最高。甘すぎるの苦手やからちょうどいい。ということで、改めてこの福カフェさんのおすすめポイントがあれば。コーヒーも美味しいし、出てくるもの全て美味しいんですけど、誰でもこうウェルカムな感じで迎えてくれるスタッフの方々やったりとか、なおかつ落ち着けてでもこうセンスあるもの出てくるし、みんなウェルカムだよっていう感じがもう福カフェさんの美味しさをさらに増しとるんかなって思ってて、あとキッズメニューもちゃんとあるから子供連れてきても親子で楽しめるのも福カフェさんのいいところです。なるほど、はい、ここ福カフェさんがあるのは南淡路市首通地区で福カフェさん紹介いただいてありがとうございました。ごちそうさまでした。次はどんなとこ案内してもらえるんですか。超ハイセンスなお花屋さん紹介したいと思います。行ってみましょう、はい
じゃあ次に紹介したいのはなんとお店出てすぐのこちらです。近い。いやいやめっちゃ近いよね。ラシュランさんどうぞ見て、このさっきはカフェさんでお出迎えいただいた方じゃないですか。奥様のセンスで。あ、奥様がやられてる。そう、入った瞬間いい香りしますからどうぞ入ってください。あ、ほんまや、かわいい。ちょっといろいろお話伺いたいので一回ちょっと電話しようか。まさかの激チカでしたけど2軒目紹介していただいていいですか。はい、ドライフラワーから生花もとても季節感を感じれるお花屋さんです。です。ラシュランさんです。はい、いやほんまめっちゃおしゃれでしたね。どういう時来るんですか。プレゼントをしたいとき相手の方の印象を伝えるんですよ。私の場合はこういう方でこういうことをされてて何色が好きでとか、うん、お花お任せしますって伝えたら、うん、もう素敵な花束が出来上がってくるのでもう任してます。すごいですね。なんとなく聞いてこれが合うかなみたいなのが。そうですね、まあ、パッとこんな感じかなみたいな感じで作らせていただきます。それが毎回喜ばれる。喜ばれます。もうやっぱりここにしかないセンスがあるから、うん、もうすごく頼ってます。小さいブーケから立派な大きなまでこの予算でお願いしますって言ったらまたそれが季節のお花をちゃんと入れてくれたりするからというので相手がほっこりするようなお花作ってくれはるのでそれ助かりますよね。汲み取り能力がすごいってことですね。これ見てる方も移住希望者さんなんでそういった意味でもここはどういう風におすすめなんですか、ね、移住してから思ったんですけどプレゼントを探すのがどこ行ったらいいんだろうってなるんですね、はい、ドライフラワーやったらお家でずっと飾れるし、うん、そういった意味でもギフトにとってもぴったりやし実はラシュランさんの奥様も和歌山からの移住で。あ、そうなんですね。なんで淡路島に来られたんですか。きっかけは旦那さんと出会ってでこっちに来たって感じです。旦那さんはもともと淡路で働いてたんですけども。はい、優子先生も使われてるってことなんですけどこだわりとかはどんなところなんですか。もともと私が働いてた花屋さんがもう華やかなすごい豪華な花屋さんで結構働いてたんですけどもでも気持ち的にはすごいナチュラルで可愛いお花屋さんしたいなってずっと思ってて子供も大きくなったらお花屋さんやりたいっていうのはずっと言ってたんで子供も大きくなってでも離れてきたので森の中なんで可愛いお花屋さんやりたいなと思って開きました。確かにここを知ってる人とか知り合い捨てでっていう感じですよね。幸子さんは淡路島に来てどれぐらい経つんですか。12、3年。今更ですけどどうですか淡路の生活は。大好きです。和歌山とそんなに変わらないんですけどもご近所さん付き合いがすごい密で皆さん温かくて優しくてすごく居心地がいいです。そうなんですね。移住したいなって思った時に地で住んでる人の話とかやっぱ聞きたいんですよ。そんな時にフラッともうどちらもですけど訪れたら優しくしていただけますかね。もちろんです。淡路島の人みんな優しいよ。そうですね、うん、プチアドバイスみたいなあります。移住したい人に長らく住まれている中で周りの方がすごいやっぱり優しいので話しづらいなって思うよりはもうどんどん進んで話していってもらった方が仲良くなりやすいですしぜひ勇気を出して話していただきたい。ガンガン話しかけてください。ガンガン話しかけてください。ありがとうございます。ということでここラシュランさんは福カフェさんのすぐ隣ということですかね。次はどこをご案内いただけるんでしょうか。我が家がもう家族でお世話になっている車屋さんです。車屋さん、はい、およく喋る楽しい車屋さんがあります。なるほど、はい、では車屋さん行きましょうか。そうなんですけ ど, どう今日だけ日にち合わんかったんで後日一緒に行きましょう。はい、はい、じゃあ車屋さんには後日伺いたいと思います。はい、ということでやってまいりました3軒目。ここは何ですか。ここは三原オートサービスさんです。寒いんで案内していただいていいですか。はい、こっちです。三原オートサービスさんです。それでは入っていきます。こんにちは。こんにちは、お世話になってます。三原オートサービスさんの塩浜社長とひとみさんです。お願いします。ありがとうございます。お願いします。ということでこちらは優子先生はどういうきっかけで知ったんですか。移住をしてくる前に、はい、西宮と淡路島を行ったり来たりするわけじゃないですか。その時に細やかなメンテナンスが必要だったので、うんうんうん、オートサービスさんにお願いをした。そこからもずっとメンテナンスとか32万6000キロ走った日産のエクストレイルがお別れ会がつい1ヶ月前にありまして。なるほど。今の新車とそのエクストレイル君とのお別れを盛大に見守ってくれはりまして。すいません、
なに見守るってどういう状況？32万6000キロ走ったのになんと16万円で下取りしてくれたんです。大丈夫ですかそれ？大事に乗ってきてくれはった車やからって。なんかハートウォーミングな設定。あ、そう、そうですね。こっちが言わんでもちょっとこうなってますよとか教えてくれたりとか、もう本当に細やかですし、痒いところに手が届く感じで、地域密着よりも人密着、ここに合わせて。そうそうです、そうです、そうです、そうですね。移住してくる方にはものすごく紹介したいと思ってました。なるほど。絶対いるから車が。はい、ありがとうございます。移住されてる方とか結構多いですか？最近そういうお客様も結構増えてまして。私も移住者なんですけど、結婚して移住してきました。あ、そうなんですか、ね。はい、なんで自分の会社ですけどお世話になってます。どちらから移住されたんですか？神奈川県です。淡路来てどれぐらいですか？もう15年経ちます。15年住んで淡路島ってどうですか？まだちょっと観光客気分です。いや、すごくね。それ新しいですね。そうですよね。どういうことですか？やっぱり関東と関西で話し方とかも全然違いますし、はい、まあ、文化も違うんで、何年経っても新しいことが あここも違うんだなっていう気づきがあって、住人っていうよりはまだお客さんな感じがします。それ楽しむ秘訣かもしれないですね。毎日楽しい。それが一番ですね。いろいろされてるって優子先生おっしゃってたんですけど、はい、車以外にも何かされてるんですか？大きく分けるとレッカーで引き取りに行くっていうお仕事もさせていただいてまして、修理をさせていただく、で中古写真車の販売もさせていただいてる、買っていただいた後の車検とかメンテナンスを行わさせていただいてるっていうことを、まあ一通り全部させていただいてる。はい、それ助かりますよね。いろんなところに電話番号調べたりするのが一番めんどくさい。すぐにっていうのがすごいなって思ってて、はい、もう24時間いつでもっていう感じです、うん。あ、そうなんですか、うん。ちょっと話変わるんですけど、うん、この企画の第2回に大島さんっていうおっちゃん、はい、わかります、が出てて、はいはい、その方もここのことをおすすめされてたんですよ、はい、そうだったんです。ほらすごいよ。いや、それはすごい。これじゃなくて。すごいなと思って。そうですよね。だからみんなやっぱ紹介したくなるよ。なんか最後に見てる方に向けて何かメッセージあったら伺いたいなと思います。丸投げっていうのが一つのキーワードで、丸投げ、うん、もう言ってもらったそれに対して何かしらのこうできる提案っていうのが、選択肢がすごいいろいろあるので、特に移住されるってなると、はい、未曾有の災害、台風とか、はいはいはい、あとまあ車で言う事故とか、うん、そういったいざ何か困ったってなった時に、うちはそこで提供できるサービスがあるというか、うん、そこは強みだと思ってます。なるほど、はい、うん、それでこう安心を形に変えていくっていうことができたらいいのかな。じゃあ、移住したい人の受け皿になるようなお店っていうことですね、うん、はい、そうですね。でも大安心ですね、皆さん。よかったですね。奥さんは何か一言ありますか？いや、もう本当ちょっと硬いんですけど、来てもらったら楽しいと思います。はい、はい、ぜひ会いに来てください。、はい、今日はお忙しい中ご協力いただいてありがとうございました。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます三原オートサービスさんは南淡路市の真ん中のちょっと上八木地区にあります。どうでした？改めて巡ってみて。ありがとうがたくさん出てきました、はい、うんうんうん、こんなに、あ、結構自分って頼りにしとったんやとか、あ、うん、なんか改めて再認識っていうか、はい、でますますこれからが楽しみやなって思ってます、うんうん、そう言っていただけると嬉しいですね、はい、これ見てる方、移住希望してる方多いと思うんですけど、なんか優子先生からアドバイスあったら伺いたいなと思います。はい、淡路島に今から来ようって考えてる方は、気軽にこれって何ですかって、どんなちっちゃなことでも、うん、そこに住んでる人とか市役所の人でももちろんいいし、話しかけてみると意外とこう一気に道が開けたりするし、不安もこう晴れていくと思うから、うんうん、いい意味でカジュアルっていうか、うん、な気持ちで入っていったら道をこう開くきっかけをくれはるんかなっていうふうに思うから、皆さんそんな淡路にぜひ来てほしいなって思ってます。これ見て優子先生に会いたいっていうコメントあったら会ってくれますか？もちろんです。ずっと喋っとってええんやったらいいですけど。そんな優子先生です。はい、ということで優子先生は第4弾ということで鳥を飾っていただきました。あ、そうなんですね。そうなんです。それは今知りました。でも優子先生から見始める人もいると思うんで、よかったら 1,2,3 弾も確認してみてください。こんな感じで淡路島の魅力を発信していってますので、気に入ってくれたらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではアディオース。アディオース。